どうも、こんちゃ、こんちゃでございます、こんちゃ。こんなの買ってきました。なんだ、チロルチョコ。これすごいね。チロルチョコを、詰め合わせ、100個入ってるそうですね。チロルチョコが100個入ってるそうなんで、早速ですね、開けてみましょう。チロルチョコ、100個でございますね。何種類あるんだろうね、これ、チロルチョコね。チロルチョコ、ぽいぽいって。ビス、コーヒー犬がミルク、イチゴゼリー、アーモンド、ザクチロ、ホワイトクッキー。7種類あるみたいですね。この、表示が入ってますよね。7種類入ってるみたいなんで。まずこれが、これはアーモンドか？これがアーモンドで、これ大体アーモンドですね。で、黄色いやつが、ザクザク。これ何？ザクチロって書いてある。ザクチロってなんだかよくわかんない。これ黄色。同じ黄色でもね、これはちょっと BIS って別のやつですね。だから、BIS っていうのがあって、これはピンクと、ちょっとまだ手が伸びねえな。ピンクと黄色がありますね。だこれは別山ですね。で、黒。黒はこれ、コーヒーぬかっていうんだ。これ、コーヒーぬかっていう、まあ、これですね。これがコーヒーぬからしいんですよ。で、これがコーヒーぬか。で、これはこれコーヒーぬかだ。で、これがこっち。で、これはどれ、誰がどう見てもストロベリーですね。ストロベリーですね。で、この青いやつ。ブルー。ビズってやつですね。ビズってやつ。これがありますね。で、これがだからこう、こう、こう。で、これがこう、こう。で、これは生クリーム入りミルクチロル。生クリーム入りミルクチロル。よく見ますよね。で、こう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 。映ってるじゃん、もう。動画撮ってるのにさ、映ってなかったらどうしようもないんだよ、みたいな。何のために君は動画を撮ってるんですか？はははは。おしゃかっぽんみたいな感じだね。こうやって山をね、こう、一個、種類ごとに分けて。これ牛乳ですね。これはこれ、あ、なんかコーヒーが大量に一箇所にある。これ数は一緒なのかね、全部ね。どうなんだろう。なんか数にさ、随分隔たりがあるような気がするんだよな。これはこれだろ？あ、これは違う。これはストロベリーだ、こっち。なんか数に隔たりがあって均一じゃねえな、これな。これミルク、これこっち。チロル。で、これはなんかホワイト。明らかに数に隔たりがありますね、これね。BIS っていうのがあんまないぜ。トムさん、っていうかこの BIS のさ、青と赤と黄色って同じもんなの？これ。ちょっと別の味なの。これだよ。だから、この BIS っていう書いてあるやつが、3種類あるんですよ。右手が伸びねえな。左手が伸びねえ。この3つあるけど3つある。これは同じもんなの？別なもんなの？どうなの？これは。同じもんなんだろうね、多分ね。だって7種類だもんね。1,2,3,4,5,6。え？ 7 種類だよね。あ、これか。これがあるから。ミルク。そうですね、この。あ、じゃあ、こうだ。これでいいんだ。1,2,3,4,5,6,7で7種類だ。OK。理解した。理解した。だから BIS3 つはこれ同じもんなんですよ。色が違うけど。で、こうやってなんか、麻雀牌並べてるみたいな、なんか、なんか綺麗に麻雀牌みたいに並べてみようか。これザクチロ。大体分かってきた。こうでねえと、これで全部分かりました。ちょっと、じゃあきちっとね、分かりやすく並べてみましょう。綺麗にね。
これがね、まずね、ほんと麻雀パイヤー並べてるみたいな、よし何をやってんだろうが俺は普通に食やいいじゃん、数一緒なのか、大体全部数一緒なんだ、へえ、よし、なんか数隔たりあると思ったらちゃんと揃えてんだこれ、全部同じ数で14個なのかこれ、100個入りで買ったんだよね、100個入りで買ったから14じゃ割り切れないから15個のやつこれ15個ですね、真ん中のね、よし、待って待って、はい、ロンみたいな感じでね人生積んでますか、積んでまーすみたいなこうやって移動さ、このこうやってもう移動させる、この移動させ方がマージャンパイだわねあ、パイパイ、いやしゃしゃで、これなんだよね、これがね、多分ね BIS ってやつ、これ色が3種類あるけど多分ね、全部ね同じもんだと思います、これは私、それはね、私のね人生の勘です、僕も長年生きてきたんでいろいろ、分かってきてることがありますね。あ、やっぱこれだそうなの、これちょうど14個だもんな。よし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 。おお、これも？これは15個。15個と14個。分け切りましたね、皆さん。こんな感じでございますね。これと、だから、崩れた、うわ、なんか崩れた、せっかくここまで綺麗に揃えたのに崩れて全部おしゃかっぽになったらよ、僕は悲しいよ本当に。はあ、ていうか、だからチロルチョコ分類完成まずね、これまずこれがね、これがなんだろう、ホワイトクッキー、これホワイトクッキーですね。で、これが、これ15個入ってます。で、これがコーヒーぬか。これがコーヒーぬかね。で、ぬか漬けとは関係ないですね。コーヒーぬかって書いてあるけど、ぬか漬けではないです。コーヒーのぬか漬け。一回食ってみたいわ。それでですね、これがホワイトクッキーですね。これ15個入ってますね。で、あと、これはストロベリーですね。もう、いちごゼリーがいちごゼリーって書いてありますね。いちごゼリーが14個入ってますね。で、これがですね、ミルク、チョコレートの王道ミルクミルク、これが14個入ってますね。で、これこれはなんだ、ザクチロってなんだろう、わかんない。ザクチロっていうのがね15個入ってますね。で、この BIS って書いてあるのはビズですね。ビズは黄色が3つに、赤が3つに、青が8個入ってますね。合計14個入ってますが、全部商品の説明はビズになってますね。ビズですね。この脇に書いてある。それでこれがアーモンドですね。アーモンドですね。まあ、こんな感じになって、まあ、チロルチョコ。14、14、14、14、14、15、15で足すと、100になりますでしょうか、皆さん。計算してみるか。電卓で計算してみる。100個だよね、ちゃんとね。ちゃんとこれも確認しないといけない。だまずこれとこれが、14×1、2、3、4、5。14×5 ですよね。5。プラス30ですね。ちょうど100個ですね。確かにこれでちょうど100個です。白のチョコ、ちょうど100個ということで、間違いないということでございますね。じゃあ早速いただいてみましょうか。何が気になりますかっていうか、やっぱこういうもの食うのはお茶が必要だな。お茶飲もう。お茶飲むぜ。お茶。これでいいや、お茶。よし。ほうじ茶いただきたいと。コップに入れてやっぱ飲まないとね。これね。
これコップ、あ、僕はね、非常に育ちのいい上品なボンボンでございますので、大学教授の家に生まれた超ボンボンでございますから、ちっちゃい頃から何不自由なく育った男でございますので、お上品にいきたいと思いますね。あー、うめ、よし。あ、これ90、ね、これね、98円ぐらいかな、2リットルで。結構お得でございます。で、これを、うん、よし。じゃあ、行こう。まず気になるのは、やっぱこのビズの3つが同じものかどうかですよね。これはやっぱ確認しないとダメですよね。うん、ビズ。ビズってそもそも何？これがビズの黄色。うん。で、これがビズの赤。うん。なんでパッケージがこれだけ3種類分かれてるのかね。なんかね、違うんじゃないかな。わかんない。あ、でも外観、剥いた感じの外観は全部一緒ですね。うん。一応これが、黄色、赤。で、これが青。青ですね。あ、チョコレートの香り結構すんな。うん。これが青ですね。で、これ3つビズがあって、こうなって、こう、こんな感じになってるんで、これをまずは、食って確認していきたいと思いますね。ビズ、黄色。うん。中にビスケットが入ってんだね。うん。うん。中にビスケットが入ってるだけだ。これ、うん。ちなみにこのホワイトクッキーっていうのはクッキーが入ってて、こっちはビスケットが入ってるんですよ。うん。うん、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 三つ赤黄色青いただいてみましたが、うん、全く同じ味ですね。あ、全く同じ味ですね。うん、完璧に同じ味ですね。うん。なるほど。で、あとは違うはずです。で、これはまず、ホワイトクッキー、ホワイトクッキー。うん。ホワーイト。あ、ホワイトチョコってね、なんか、うん。うん、ホワイトクッキーというのは中に入ってるクッキーは真っ黒ですね。中に入ってるクッキーが真っ黒で、まあ、外側にちょっと薄くホワイトチョコレートがついていると、そういう意味のホワイトでございまして、つまり表面はちょっとホワイトだけど中身は真っ黒。表面はちょっと白いけど、中身は真っ黒というですね、どっかの政治家の方みたいでございますね。次行きたいと思います。これ気になるんだよな。ザクチロ。この脇にザクチロってちゃんと書いてあるね。ザクチロ。なんだろう、これザクチロ。なんかこの断面がまるでですね、経年劣化してコンクリートが剥がれたような感じになってますけどね。うん。なんかちっちゃいナッツがいろいろ入ってるような感じ。うん。うん。何が入ってんねこれ。うん。うん。すんげえ読みづらい、ここにいろいろ入ってんだけど、すんげえ読みづらい。ザクチロってどこにあるんだよ、ザクチ。すんげえ読みづらいよ。
わかんない、いいや。次。わかんないもんはめんどくせえからいいんだよ。次。じゃあ、このビズを頼ん、食って、で、ホワイトチョコも食ったんで、あとは次はミルクですね。これがミルクですね。これは多分ね、何にも入ってないシンプルパターンだと思います。うん、もう見るからにシンプルですよね。なんもないですよね。中が白いちょ、何これ中。うん。中がホワイトチョコになってんだ。うん。うん。次コーヒーぬかですね。コーヒーぬかです。コーヒーぬか、うん、コーヒーぬか、ぬか喜びのぬか、うん、コーヒーのぬか漬け一回食ってみてえな。チョコレートのぬか漬けとか一回食ってみてえな。どうなんのか、うん、こんな感じですね。うん、うん、あ、中に固いキャラメルが入ってますね。うん、硬い。中にね、すごい硬いね、カラメルが入って、ばばば。うん。カラメルが入ってんで、ちょっと食いづら。うん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 。うわ、歯にすげえつくな。うん。うん。よし。じゃあ、これも、あとはあれか。これ、アーモンド。アーモンドいきたいと思います。アーモンド。あーモンドーアーモンドでございます。これはシンプルに中に1個アーモンドが入ってるだけだと思います。うん。うん。ビンゴですね。初めて予想が当たりましたね。うん。アーモンドが1個入ってるだけです。うん。うん。以上。うん。うん。次、ストロベリー、うんうん、あ、こんな感じだ。こんな感じですね、うん、アポロチョコレートみたいですね。アポロチョコレートって知ってる、あれと似てますね、うん、ただこれはなんか飛びそうもないね、うん、あ、しかも中にね、なんかねジャムみたいなジェルが入ってる。うん。これ一番抵抗、手が込んでますね。うん。手が込んでますね。うん。あ、ストロベリーの味と匂いがしますね。うん。うん。というわけで以上なんですけど、ランキングつけるとしたらどうかな。これは癖がありますね。で、これは硬いですね。うん。で、まあ、これとこれは王道ですね。で、これは予想外でした。中が白いの入ってると思いませんでした。で、やっぱりこれはね、これ美味しい。うん。ザクチロも、ザクチロも美味しい。うん。こんな感じかな。ビズ、ホワイトクッキー、ザクチロ、ミルク、アーモンド、うん、コーヒーぬか、ストロベリーっていうか、これはなんだっけ、ストロベリーじゃないんだよね、いちごなんだっけ、なんちったっけ、いちごゼリーか、いちごゼリー、うん、うん、どれがどうなんかね、コーツつけたがい、コーツつけたがい、うん、コーツつけがたいので、順位付けとかそういうのはね、しないと思います。あのね、1個集中してくるんじゃなくて、順番に食っていくといいでしょ。だから最初にね、まずね、王道のね、ミルク食います。で、次にナッツを楽しむんで、ザクチロを食います。で、その後、コーヒーぬか食って、ビズ食って、アーモンド食って、あ、この辺でアーモンド食う前に、ここに一回ストロベリーを入れて、ほい
アーモンド食って最後にクッキーで収める、この順番でいかがでしょうかね、召し上がるのはね。この順番で召し上がると結構美味しいと思いますんで、うんうん、まあどうでもいいかじゃあ自分がそういう風に言ったらやっぱ順番に食っていった方がいいですね、うん、よし、ああ何やってんだろう俺こんな夜中に、うん、自分でもなんか何をやってんだろう俺ってすごく思うよね。俺も今年60歳だからね、ああなめんなよみたいなチロルチョコ美味しいよね。やっぱねチロルチョコってなんか子供の駄菓子みたいなのあるけど十分ね美味しい、うん。だからこのチロルチョコをつまみにしてね、ウイスキーとかね、ウイスキーとか飲むとすごく、ウイスキーとか飲むとすごい美味しいと思う。あのウイスキーとチョコレートってすごい合うんだよね。ウイスキー、あ、ウイスキー飲みて、あ、でもな、まだちょっと仕事しなきゃいけないんだ仕事しなきゃいけないんじゃない、うん、なかなか人生難しいもんだからですね、うん、うん、スタートミルクよりもスタートに歯応えがあるナッツが入った方がいいな、うん、この順番マシだよな、うん、だから一番噛み応えがあるのはやっぱこれホワイトクッキーですよね、うん、これが一番噛み応えがあるから最初にホワイトクッキーを食ってそれからミルクを食ってそれからザクチロですかね、そっちの方がいいかもしれないね、うん、うん、だからちょっとねミルクはね他のチョコレートに比べるとちょっと独特のこう癖があるねこれね香りにね、ということになるとこっちとこっち入れ替えてこういう風にやった方がいいかもしれないから、うん、この順番で食うと一番美味しいかもしれないね、うん、難しいね悩むねってどうでもいいねみたいな感じだいたいよこのチロルチョコっていうのはさ1個か2個へこっとつまむのがいいんであって、こんなに大量に集めてさ順番に並べてどう食うかってそういうチョコレートじゃねえよな。だからこういう食い方自体がそもそもチロルチョコの趣旨に反してるよねだからチロルチョコってこういう食い方をするもんじゃないんですよ。ちょっとなんかの前に1粒2粒つまむ程度にたしなんで、そしてまあお茶を飲んだり、うん、まあ大人であればウイスキーを飲んだりとか、まあ、チョコレートとウイスキーって本当合うからね。ああ、なんかそれがねやっぱりね、あのポッキー食いながらウイスキー飲むとねすげえうまいよね、うん、そういうのがあるんで、どうしようか、こんなとこでいいかななんかやっててねバカバカしくなってきた、やっててバカバカしくなったのでこれで終わりたいと思いますね、私もちょっと仕事をこれからして、ね、司法書士の仕事しなきゃ何やってんだろう俺というわけで、チロルチョコ100個入りを、いただいて、あの買ってきましたので、これいくらで買ったんだっけ俺、ちなみに100個入りいくらこれ、うん、あ、いくらで買ったの？これ楽天通販で買ったんだよな。うん。チロルチョコ100個入りいくら？あ、これだ。あ、高え。なんという金の無駄遣いをしてるんだ。高えなぁ。1860円もするわ。1860円もするわ。ただまあポイントがね、20ポイントぐらいつくので、20倍のポイントがつくので、400円ぐらい返ってきます、ポイントで。400ポイントぐらい返ってくるから、でも1300円か400円ぐらいです、これ全部で。だからこれ1個13円か。これ1個13円ぐらいで買いましたね。高いのか安いのかよくわかんないね。うん。ちょっと高いかもしれないね。何やってんだろう俺、本当俺なんかちょっと泣けてきたわになります。どうもお付き合いいただきましてありがとうございました。本当くだらない動画で申し訳ございませんでした。失礼します。